皆さん暑さバテてませんか？なんか体調悪いところないですか？大丈夫ですか？今日くそくらい暑かったんですよ。暑かったですね。やばかったね。もわもわしてましたもん。でしょ、はい、今日ね、どこやったかね、37度、なんか記録してるところ全国ありましたね。37度、真夏じゃないですか。で、37度とかを浴びて、はい、うん、お店入るときに、うん、あのセンサーやったら絶対37度5分超えるよ。絶対超えますね。超えちゃいますね。これだから入る前に一回ちょっとクールダウンして、うん、お父さんと会うんですよ。そうですね、どうも大変まさきです。よろしくお願いします。お願いします。今から杖芸能始まりますけど、はい、体調大丈夫ですか？僕はもう全然大丈夫です。そうやね、はい、辻尾さんは大丈夫？大丈夫？大丈夫です。たくさん食べてるんで。あ、はい、夏バテしない？夏バテはしないですね。食べて運動して寝てます。マジで？健康です。お、昨日の夜から歯が痛くて。え、あ、そうなんですか。歯が夏バテに関係あるんですか？いや、どうなんか疲れが出てるかなと思って。なるほど。でちょっと慌てて今日病院予約取ったら2時やって、はいはい、朝目覚めたら歯痛くて目覚めた。3時ぐらい。で朝待って電話して2時でしょ、はい、たまりませんね、歯痛くて。ずっと痛い痛い。今日はね、いや、はい、今日は用事だけやったから。あ、よかった。まだから本当にご腹減るけど飯を食われへんし、うん、いや今なんかここ一番痛いもんってこういろんなとこ痛いよ、はい、蹴ったりとかいろんなことしたら。でもここ一番痛いね。そうですね、我慢できへんから。そうなんですね。歯痛くなったことないんでちょっと分かんないんですけど、うん、歯痛くしたのか。いや怖いです。味わってます。でもあの、うん、歯じゃなかった、歯茎やった。じゃあちょっと腫れてて、うん、やっぱ疲れとかで、うん、やっぱ調子悪くなるみたいな、うん、ちょっと皆さんもね、はい、本当に気をつけないとですね。だからもう歯って悪くなってからじゃなくていかないんですよ、うん、そうですね、確かに。滑舌今日悪くないですか？大丈夫ですか？全然大丈夫です。マジですか？調子いいですよ。全然大丈夫です、まあまあ、いつも悪いからあんまり、はい、いやそんなことはない。さあ、まあでも昨日ですよ、はい、あの暑い中、はい、予報では雨模様やって言ってたのに、うん、めちゃくちゃ晴れたじゃないですか、うん、はい、ゴルフやってたみたいですね。あ、やりました。ストーリー見ましたよ。ね、まあ下手くそでしたけどね。僕と田代部長はもうあんなポロシャツの似合うゴルファー見たことないね。似合いましたね。すごいね。格好だけ一丁前やったんですけど、いやど下手でしたよ。もうゴルフ行ったのはもう10年前ぐらいにちょっとだけやったことあって、それでもう下手くそすぎてやめたんですよ、うん、でこのコンペがあったんで再開したいです、そうなんです。昨日ね、あの明治安田生命さんと、はい、そして杖芸金沢のね、うん、まあ、ちょっとまあコンペ、はい、まあ、あとはなんかこうチャリティー懇親会なんかもあったわけなんですけども、はい、そう、午前中っていうか、うん、お昼間ゴルフ行かれて、うん、その後あの金沢東急ホテルさんに移動して、うん、もう連続で来られてるパートナー企業さんも来られたんですけど、僕はあの午前中は行けなかったんですけど、うん、午後のねその、うん、チャリティー懇親会 の、うん、あの司会させてもらったんですけど、うん、もうねゴルフ行った人すぐ分かりました、日焼けすごかったんです。黒かった黒かったよ。いやそりゃそうです。僕らなんかあの、うん、カート乗らないんでずっと日浴びてるんで、うん、もうね、でもなんかあの楽しそうな雰囲気でしたよ、はい、ね、今までコロナ禍でやっぱりこういうイベントってあんまなかったじゃないですか、うん、なかったけれども、うん、円卓で、はい、アクリル板がこうなく、うん、はい、すごくほのぼのした雰囲気で、はい、僕喋りながらあー戻ってきたなーって、うん、嬉しいなー戻ってきたな、これでスタジアム声出しできたら最高って思って、うん、そうですね、ね、うん、もうね近いと思いますよね、はい、ちょっとね、もうちょっとだけ待っていただきたいと思います、はいはい、さあということでね、自己紹介まででしたかね、はい、まだでしたね。まだでした。今更やりますね。でも出てました。辻尾真嗣さんです、よろしくお願いします、はい、そしてタッツーです。はい、タッツーです、お願いします。で今日の天の声さんはどなたなんでしょうね。はい、天の声です。おテンション引く、って言ってテンション引く。いい、早速ですがね、あのセニョールさんからお茶いただいてます、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、いつもありがとうございます、ね、コメントもいただいてます、はいはい、あの初めてサードユニ買っちゃった、うん、もうウハウハですよ。届くの楽しみだ。そうですか、今から説明しようと思ったんですけど、我々ね、ちょっとこう僕とね、はい、辻尾さんちょっと着てますけど、でミクのはコンセプトシャツですね、はい、うん、着やすいやつ、うん、俺ちょっとバッグが黒やからなんかめちゃくちゃね、うん、本当だ、ちょっと、はい、でも一緒な色、大丈夫大丈夫、もうちょっと右に行ってみたいんじゃない、
もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、ね、いなくなっちゃうちょっとごめん、あのな去年ちょっと水色でね、そうですね、なんでね、なんで去年あの1回も勝てなかったんですよ、はい、そうでしたね、苦い苦い思い出ありましたざわざわしてますよ、こんなことやめてください僕はあの本当のことを言ってるだけですからでも今年は勝てそうな気がする、うん、あると思います、あると思います、懐かしいな、さあこれでも本当にいいっすよね、本当にかっこいい、かっこいいですよ、うん、こちらのユニフォームでまたね後ほどね、はい、皆さんにもお知らせしますんでね、はい、しっかりと聞いていただきたいと思います、はい、さあということでちょっと天皇杯を挟みましたけれども、うん、はい、J1 のね名古屋グランパス、はい、ちょっと迎え撃ってっていうことでしたけども、はい、なんか結果は 0-1 ということで惜しかったなっていう感じがしますけど、うん、そうですね、ちょっと選手も疲れましたか、まあ、疲れもありましたしね、うん、まあ、でそのレベルの高い相手に対してちょっとこう、うん、ね、なんか監督のコメントからもありましたけど、うん、リスペクトしすぎたというか、うん、なるほどね、なんかそんな感じは受けましたけどね、はい、長谷川健太監督とはあれ喋りましたよ、うん、はい、頑張ってるかって言われましたよ、いやなんかね、あの、たまにこの解説動画とかスポナビとかに載せるんですよ、うん、でそれ見てるらしくて、お前なんか解説やっとるなみたいな、あすごい、いや見ていただいてありがとうございますどうもありがとうございます本当に、ね、もしかしたらこれ見てるかもしれない、本当ですか、もしかしたら、はい、ちょっとあの、ちょっと誰が見てるか分かりませんそうですね、きちんと見出しなみはきっちりするね、どうです、はい、見てたの天皇杯ですか、はい、いやあのレッスンで行けなくて、あ、そっか、本当に行きたかったんですよ、もうレッスンですから、レッスン終わって行こうかなと思ったんですけども、もう間に合わず、まあ、本当に急いでレッスン、はい、レッスンの日を、うん、だからちょっと絶対に試合かぶらない日にちょっとお願いしてもらう、うん、お願いします、金曜日夜7時にレッスンするとそしたらこれ出れなくなっちゃう、やだもう、そうか、バレたねすぐ分かりますよ、そうやね、さあということでね、今日は天皇杯もちょっと振り返ってみたいんですけれども、はい、映像仕様の関係上ね、はい、あのこの NOW では、はい、ちょっと流せない、うん、ということなの で、ね、今日はしっかりとリーグ戦の前節の町田戦、はい、こちらを振り返っていきたいと思います、まずは町田戦のハイライトからご覧ください、はい、前節の橋川選手のスーパーゴールのような、さあこれね、はい、なんかこう、うん、なんていうんですかね、なんかいい雰囲気やったじゃないですか、そうです、もう取られたら追いついて、はい、取られたら追いついて、本当にこれいけるん違うかなと思ったんですけどね、はい、もうあのちょっと町田には苦手意識ありますけど、この縦パスがすごかったですね、町田ね、これもこれもスーパーですけどね、決まりました、取れないですよね、ちょっと100回やって1回ぐらいの感じちゃいますね、そうですね、この右サイドのこれ得点シーンかな、この崩しなんかもうお手本のような崩しですよね、ですよね、ここなんかね、でこれちょっとつまずいたのでいい感じにクロス入ったんですよね、で豊田選手、そう強いですね豊田選手、これもう先週のナオで言った通りですよ、これも言った通り、これ何なんですかね、下がりながらの、はい、しっかりファーサイドに、うん、膨らんで、これナウ見てるんですかね、見てるかな、絶対見てますね、ここはあの増田選手のちょっとガクッといったらよかったそうね、そこがふわっといったら良いですよね、うん、ここね、はい、でここから叩けるのはすごいですよ、すごい、これなかなかファンに持っていけないですかね、はい、普通自分の足に引っかかってましたねこれはすごいです、これすごい、やはりキーパーのコープエリオン選手の方はやっぱり重心、うん、移動させられていますか、いやー、豊コプター、はい、1日でね、追いついたのに、ね、これは惜しいやつか、惜しいと言わないね、良かったです、良かったやつです、はい、運ぶ、持っていく、スルーパス、トゥドゥ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 の右足、来たちょっとね、勝ち越し、いやでもね、そう、ここで、またまた、これ毛利選手ですよね、途中出場の、そう、これ交代の、ねね、4人が連携したプレーなんですよ、そう、めっちゃ感動しました、これ大石選手はこれ何点目ですかね、途中から出て相当取ってますから、ね、うん、3点目いってますね、そうです、すごいですね、気になるんですけど、また大石選手また手をね、なんかやってます、いや、これ多分あれじゃない、いやいや、あの俺じゃないよみたいな、みんなのおかげみたいな、多分そんな選手でしたっけいや、俺はそう捉えたんですけど気になる、俺だなんかそういうね、あーこれすごかったね、うん、これでもね、ナイスセーブでした、もうここでね、防いでるから、うん、なんとかこの勝ち点1を ね、そうですね、と思いましたけどね、
ここ最後のところちょっと集中力が切れたというかね、ここからいっちゃいましたね。太田だ、太田だ。相手の太田選手は相当切れてましたよね、体ね。4分台に入ってます。ここで長い笛が鳴りました。いやもうこれはね、もう1点先取されたけども、ちゃんと追いついて、また突き放されて、また追いついて、イメージ的にはちょっと町田のもガクッとくるから、そこでもう1点と取りたいなってところだったんですけども、最後の最後、残りあと2分ちょっと、そうですね、なんとか勝ち点1持って帰ってきたかったところですよね。まあでも今日はあれじゃないですか、いろいろとちょっと辻岡解説聞きたいと思うんですけれども、じゃあ行っちゃいますか。はい、はい、今日は辻岡解説サポーテッドバイ、藤田ファミリークリニック、こちら行ってみましょうか。はい、行きましょう。今日はどんなところですかね、得点シーンかな。今日はね、気になった2シーン行きます、はい、出るかな、出るかな。ちょっとボールなかなか運べなかったので、そこの、ね、解説シーンをちょっとピックアップしたので、これうちが保持している形なんですけれども、まあ、ここをゆったりつないでると。でこれうちの方が圧倒的に枚数多いんですけど、向こう5枚に対してこっち8枚と、これでも相手は背中で消しながら守れてるんですよね。で出どころが分かってるのにプレッシャーかかる、プレッシャーかかる、まあ、これミスなんですけど、相手はもう出どころ分かってるし、プレッシャーかけやすいんですよね。なるほど。でこれ今度ちょっと藤村選手を落ちて3バックっぽくなってるんですけど、これもうち7枚いて相手6枚なんですけど、これ結局守られると。で3バックっぽくなってるけど、ここ距離が近いので相手すぐスライドできるんです、プレッシャーかけやすい。これだとボランチを落ちてる意味がないんですよね、はい、でプレッシャーかかる、プレッシャーかかる、苦し紛れのパスで回収される。ほんと距離が近いなっていうのはありましたね。そうですね、はい、まあ、近いのも決して悪い、あ、そうだ、悪いわけじゃないんですけれども、今だバランスにみんな近かったですよね、うん、そうですね、もうちょっと後ろに重たいなっていう印象が、2人に対して1人がプレッシャーいったら十分間に合います、うん、そういうことなんですよ。さあ、はい、今日はちょっとホワイトボードを、はい、今大平さんおっしゃったように、まあ水源のセンターバックっていうのは比較的こう近いポジションにいるんです、うん、まあ、これが別に悪いわけじゃないんですけど、まあ、相手もこれ分かっているので、まあ、出たらこう背中で消しながらすぐプレッシャーいけると、うん、でここも出どころはもうここしかないので、出たらプレッシャーいけると、うん、で相手見てポジションはあんまり変えないので、あの相手もほぼ4枚で守れるんですよね、ここのプレッシャーに。ボランチも消しながら、でまあ一つの解決策としては開く開く、でサイドバック高い人になると、まあ、ここに出たらここの選手が行くのか、うん、フォワード行くのか、こう迷わせないといけないんですよ、ね、迷わせるようなポジショニングができてないから、まあ、相手がすぐプレッシャー来れると。で庄司選手に後半多分監督庄司怖がるなみたいなこと怒ってたんですけど、おそらくこのボールを持ったところのことだと思うんですけど、もっと相手にこう対して近い位置というか、もうこういうところでも庄司選手ボール持てるんですよ、はいはいはい、なのでここでボール近いところ来ると食いついたら剥がせるっていう、食いついたらこういう間させるっていうことがあるんですけど、そこを持ってセンターバックが開くとかボール持ち運ぶっていうことをしないといけないなっていうところですね、はいはいはい、であとは藤村選手落ちた時も、せっかく落ちてるのに3人残りこんなに近かったら、結局フォワード2枚で守れちゃうんですよね。そうですよね、はい、パスしたらすぐ行けるっていう形で、はいはいはい、まあ、せっかく3枚なら、まあ、ペナ幅ぐらいは取って、そしたら、まあ、サイドバック高いところ、高い位置より中入る、中入る、中入るって間間で受けると相手もなかなか捕まえづらいっていうポジショニングが取れるんですね。なるほどね、はい、まあ、もっとこう相手のポジションで誰がプレッシャー来てるのかとか、相手の立ち位置見てポジショニングを変えていくっていうことがこう必要なのかなと。パスを出してるというよりも、パス出すとこないからここに出して出さされてるっていう感じが、そうですね、で次で狙われてるっていう、はいはい、まさにそうですよね。まあ、町田なんか多分うちの子研究もしてきてるでしょうし、うん、はいはいはい、そのあたりはよく、はい、見られてるなっていう印象は受けましたね。なるほどね、はい、ここはでもやっぱりチームとしても改善するところでも指示もちゃんと出てますかね、はい、もちろんそうだと思いますし、できる選手たちなので多分監督も怒ると思うんですよ、あ、なるほど、できるのになんでやらないんだと、できるのになんでやらないんだっていうね、はいはい、これやんな損ですよね、はい、絶対できると思ってた、ね、僕もできないのにできるって言ってきましたよねいやそれも大事、はい、さあということでちょっと、ね、悪いところはね、ちょっと時節を直していきたいと思いますけれども、はいはい、この時節があさってアウェー大宮ということですけれどもね、はい、じゃあこちらの予習をちょっとしていきましょうか、
大宮ね、あんま 今シーズン調子良くないんですよね。そうですね、はい、監督も変わりましたしね、はい、監督も変わりました、はい、今季ここまで5勝7分け10敗勝ち点22の現在20位ということなんですけども、はい、ただね、J2 でのね、うん、通算の対戦成績が、うん、うち1勝なんですよ、まだね。そうなんですね。1勝5分け5敗ということですけど、うん、ちょっと怖い。だから今年はやっぱここのね、勝率を上げていきたいですから、はい、ちょっと注目をちょっと見ていきたいんですけど、まずは、うん、じゃあ出ますかね。さあ、通算対戦成績はもういいですよね。はい、チームスタッツの方を入りましょうかね。はい、うん、入ってましたね。はい、ボール支配率は15位ですか。はい、まあ、失点多いですね。失点多いですし、まあ、シュート数ですよ ね、うん、圧倒的に少ないので、そこが構築できてないというところですね。ヘナ進入回数も、はい、あれですよね。あとはクロスから失点数が多いというところで、内からすると、うん、まあ、豊田選手なんかは強い選手いるのでチャンスかなというところは、はい、確かに、はい、ありますよね。で、中盤をね、はい、制限まで昨シーズンまでいたね、大橋選手がまとめてるという感じですけれども、はい、そうですね。さあ、その辺もちょっと気になりますけれども、はい、さあ、そんな中注目選手はといえば、はい、フォワードの川田選手ですね。川田選手ですよね。まあ、前半戦も、ね、点取られましたけど、やっぱりゴール前の形っていうのは非常に持ってますし、うん、まあ、シュートのバリエーションも多彩なので、うん、まあ、ここは注意したいですね。チームの得点力は低いんですけど、はい、個人の得点力といくと、やっぱりね、この川田選手はちょっと注意しないとダメですね。そうですね、まあ、J2 の中では屈指じゃないですかね。そうですよね、はい、さあ、それでは津江県金沢のチームスタッツご覧ください、はい、このようになっております。はい、まあ、うん、変わらないですけども、そうですね、うん、まあ、ここ直近3試合勝ちなしですかね、リーグでいうと、うん、なので、まあ、ここで引きずってずるずるいっちゃうと、なかなかまた、うん、嫌なムードになってくるので、ここでちょっと断ち切りたいところですよね、うん、ここはやっぱり天皇杯という部分で、はいはい、他 の J2 のチームなんかが、はい、ジャイアントキリングを起こしたチームあるじゃないですか、うんうん、はい、こういうところはなんかまた乗ってきそうでしょ。乗ってきそうなんですけど、うん、後々過密日程になるので、はい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 、そこはね、また相手疲れるので、またうちにはチャンスまた出るじゃないですか。はい、ここはやっぱりちょっと割り切ってという部分が、ね、はい、これは気持ちの切り替え必要ですよね、うん、はい、集中できるのはね。そうですね、はい、さあ、そして、カナダの注目選手、はい、復帰した松本博也選手ですね。金髪になりましたね。復帰し、休んでる間に不良になったんですよ、ね、はい、不良に今日も見てますかね。ね、スーパーサイヤ人になったんですよね。いや、期待したいですね。まあ、でもいいですけど、普通この間ね、はい、また皆さん楽しみにしてほしいんですけども、はいはい、翌々週ぐらいに、はい、僕ひろや選手に制限 TV でインタビューしてます、うん、はい、めちゃくちゃ元気、あ、よかったですね。めちゃくちゃ面白 い、はい、好きなテレビ番組これですから、うん、もう最高です。じゃあ今日も見てますね。今日も見てくれてますかね。、はい、本当にまたモアイでね、はい、ちょっとチャット参戦していただきたいですけれども、ね、はい、ただね、うん、思ったのが、こう怪我から復帰した選手っていうのは、うん、監督も、まあ、言ったら後半残り10分とか15分とか、うん、はい、まあ、後半まあスタートとか、はい、いきなりこう90分ゲームを任せるっていうのはちょっと不安じゃないですか、はい、それがいきなり出ましたね、はい、天皇杯で、うん、はい、まあ、全然コンディションも、ね、問題なさそうでしたし、うん、だからここで監督も試したんでしょうね、うん、もうリーグでもだから全部いけるかどうか、はい、あのポジションはやっぱり全部いってもらわなくていけないポジションですから、はい、そうですね、いけましたね、全然いけましたし、まあ、今小野原選手、藤村選手やってますけれども、はいはい、また松本選手が入ることによって、うん、まあ、ポジション争いも出てきますし、そうですね、まあ、誰が出るのかっていうのはまた注目ですよね。それとね、なんかね、一回り、うん、なんかごつなったようなイメージだったんですよ。あ、そうですか。なんかすっごいいい体になってたっていう、まあ、その辺もちょっと楽しみにしたいですね。楽しみ、じゃあサッカーしっかり見ないと、うん、さあ、じゃあこんなところでちょっと天の声さんがね、はい、多分ね、はい、寝てると思うんですよ ね、あまり呼ばれないからちょっとうどうとしてみたら寝られたら困るんで、はい、呼んでみますかね。天の声さん、はい、寝てないですよ。寝てないですか。はい、今クーっていう音がちょっと聞こえたから、ね、違いますか。ピーとちょっと喋ってました。ああ喋ってて下向いてたんですね。そうです、そうです。コクンコクン来てるのかなと思って何か見てます？ですね、とりあえずあの辻尾さんに、うん、あのゴルフありがとうございましたと。え、はい、一緒に回った人ですか？そうですね、おそらく、うんうん、平健さんとか。あ、平健さんは平田道路の平田さんです。あ、そうなんだ。平健さんはね、僕ね、あの、はい、スコア見ましたよ、はい、上からずーっとスコア平健さん見に行ったんですけど、はい、うん、太鼓の方におった。はい、ありがとうございました、皆さんご参加いただいて。お疲れ様でした。ありがとうございました。あとは、まあ、
そうですね、辻尾さんの解説が分かりやすいと、ね、本当に分かりやすい、はい、定評がついております。そうですね、将来狙ってますもんね、ね、もう距離感のこと、うん、めっちゃ理解できました、ね、はい、理解できました。そう、ね、今まで広い、細い、あ、狭いみたいな、どっちがどっちがどういうことって思ってたんですけど、やっぱり辻尾さんだと、うん、これね、男女関係だったらもっと近くてもね、ああ、はい、続けてください、すいません、戻します。あとは、はい、まあ、モアイザヒロヤ出てこないかなとか期待のコメントもありますけど ね、まだ出てきてないですね。まだね、出てきて、いつか絶対出てきてほしいですよ、うん、はい、うん、まあ、あとはユニフォームですね、はいはい、サードの、うん、はい、コメント、かっこいいと、ね、こちらの方はね、うん、いただいてます。いいですよ、うん、さあ、ということで、じゃあここで、はい、あれ、先に行っちゃいますか、あの得点予想は。あ、そうです ね、行きましょう、得点予想を、はい、ちょっと皆さんも予想していただきたいと思いますけれども、はい、ね、はい、ちなみに天の声さんは得点予想何ですか。あ、気になる。あ、私も初めて、え、参加していいんですか。いいんですよ、はい、もちろん。じゃあ、1-0 で、1-0で、1-0で大宮の勝ちですか。ミクルももしか一緒だった。あの、天の声さん変えていいですよ。変えちゃわないでください、いや、当てたいです ね、 1-0、うん、ちなみに得点者は、うわー、うん、豊田さん。あー、なるほどね、また豊田さんが、またヘディングでね、スパンといってほしいですね。さあ、みくちゃんは得点者は。はい、得点者、どうしようかな、うん、じゃあ、うん、あー、そうですね、モアイ選手で、あー、モアイ選手、カンペというか、あの、P のモアイっていう口を読まない、ね、モアイ選手、ね、松本選手、ヒロヤ選手ね、はい、あ、僕は、僕も1-0で、あ、一緒だ、びっくりした、はい、1-0で、はい、お、じゃあ得点者は、まあ、島田選手、あ、なるほどね、フルスなのでね、はい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 、決めたいんじゃないですかね、やっぱり、あ、そうですよね、うん、そう、僕も、うん、まあ、ちょっと相手は出るですけども、ちょっと2-0、はい、ちょっとあの悔しさの残るところで、はい、ちょっとこういう得点が期待度もそうですね、ちょっと入れてということですね、ホームでやられてますし ね、はい、まあ、ゼロにはちょっと抑えたい気持ちがあるということですよね、はい、はいはい、まあ、ね、得点者となると、うん、やっぱりあの僕セットプレーからの得点が1点はあるんじゃないかなという思いがあるので、またあの庄司選手とかそのあたりがちょっとね、松本大輔選手とかが決めてくるんじゃないかなと、まあ期待はしております。さあ、天の声さん、他皆さんはどうでしょうかね。まあ 2-0 が多いですかね。多いですか。まあ 1-0 で大石選手とかもありますけど、まあ、あと 3-2、3-1 とかありますね。なんかお返し団で、うん、あの大橋久志選手ですね、うんうん、食らいそうだなっていう声もありますね。一点をちょっと取られちゃうと、うん、はい、あ、今ちょうどパチガラスさんからスパチャーいただきました、うん、ありがとうございます。2-0で、うん、豊さんとキョンペイさんの得点で、うん、ありえますね、ありえますね、ありえますね、はい、そうですね、2対0でマサミッチとシオンデと、うん、あ、ね、選手も、いや、もうとにかくアウェーですけれども、うん、勝ち点3をちょっともぎ取っていただきたいと思いますので、はい、行かれる方はくれぐれも道中は気をつけて、そして我々の分までちょっと応援の方よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、それでは企画コーナーいっちゃいますよ、はい、まあ、我々みんな来てますけれども、はいはい、今年もサードユニフォームあります。はい、そうです、ね、サードユニフォームのプロモーションビデオとその、うん、撮影風景を収録したということなので、そちら映像をご覧ください。どうぞ。かっこいいですよ。どんなん、
そうかっこいい顔からの脱力が差が激しい人がいましたね、今いましたね、平松選手可愛、はい、い笑顔してましたねいい笑顔でしたね、あれなんですね、あの今普通に思った、あの僕、はい、この赤のユニフォームやから、はい、あんま変わらへんやんと思ったんですけど、違うね、これキーパー、キーパーですよ、これキーパーが赤ってめっちゃ新鮮、これはねちょっと新鮮ですね、うんうん、キーパーユニフォームが赤で、そして、はい、こちらの黒がフィールドということですよね。いやーこれかっこいい、ちょっとかっこいいよ、本当にかっこか、これ本当、ほらほらめちゃくちゃかっこいいですよね、このね、くるりくるりと、後ろどうな、後ろももうシャーって、はい、シャーってなってます、シャ、なんか他に言い方ないかシャーなってる、シャーですいいっすね、これいいですよね、かっこいいですね、もうめっちゃ欲しいの、これかっこいい、いや、昨年度まではちょっと縁起のあまり良くないような雰囲気があったんですけど、はい、今年いいよこれ、絶対絶対いいです、これはこれ3立てやわ、いやもう即売れちゃいそう、ね、え、これいつからいつまでなの、はい、こちらなんと本日の6月24日から予約受付開始ということですね、予約受付開始、はい、いつまで、はい、7月10日日曜日までの予約受付となります、はいはいはい、こちらのサードユニフォームの着用試合は8月6日の仙台戦、8月20日の長崎戦、9月3日の東京戦の3試合となります、あ、はい、なるほど、うん、いやこれはちょっといいな、うん、タッツーちょっと、ね、はい、これぐるりと回って、これがユニフォームと一緒なのかな、コンセプトシャツ、後ろはね、後ろ、そう、すごい、でも着やすいですよね、うん、洋服とも、そう、洋服とも合わせやすいし、うん、おうおうおう、なんかこれでモデルになってなかった、あ、そうなんですよ、ね、初デビューありがとうございます、めちゃめちゃ笑ってる、めちゃめちゃ笑ってる、めちゃめちゃ、いや、なんで笑ってるの、今笑うとこでいいの、俺も笑うてるの、はい、モデルになりましたどうもありがとうございます、そう、初めて、そう、ウェイズの撮影に呼んでいただいて、はいはい、でも今までは辻尾さんとリンタンでも決まってたんやな、なのにリンタンと辻尾さんの横にミクがビュンって入ってきちゃった、すごい変な三角関係そのね、はい、そう考えると嫌な女になるよ、いや全然、あのインスタグラムとかツイッターとかにね、あの、うん、出していただいてるのでぜひチェックしてみてください、どうぞ、皆さんどうですかね、皆さんやっぱこれ欲しいと思う方、欲しいです、欲しいんじゃないですか、これはちゃんとちょっとね、あの騒がしていただきたいと思うんですけども、はい、なんかチャットが揺れましたね、今揺れました、手の声さん、はい、いっぱい来てます、はい、まあ、キーパーユニですね、ね、かっこいいですね、めっちゃかっこいい、はい、初めてですね、赤色にしたの、うん、そうですね、そうそう、うん、そうなんですよ、うんうん、一応ね、パンツもね、デザインがありまして、うん、辻尾さんのね、はい、そう、後ろにこれね、これ、ね、うん、はい、ちょっとあの辻尾さん、かぶってみてください、これ、かぶる、かぶる、パンツの後ろもちゃんとこう、うん、なってるんですよね、そうなんですよ、はい、パンツも初めてデザインさせていただいて、シャーって、シャーってなってる、シャーってなってる、シャーってこれかっこいいよな、かっこいいですね、これパンツも揃えて着ていきたいな、これ、いや、かっこいいですね、黒のパンツはあの販売もあります、あ、そうなんですか、あ、じゃあ全身なれるんじゃないですか、全身なれます、ね、全身なれる、わ、はい、じゃあ例えばキーパーユニで黒ってなるとめちゃめちゃ合いますよね、かっこいいですね、かっこいい、着方も、ね、いや、これちょっと いいよ、うん、え、街にこれ、どっちも欲しくなるんじゃないですか、皆さん、いや、これ多分どっちもっていう人が、うん、ね、え、どっちも欲しくなっちゃいますね、ちなみにこれお値段はまだ発表になってないですか、あ、お値段発表になってます、はい、番号とか何も入れないと18,150円税込みです、なるほど、まあ、番号とか、うん、ネームとかもろもろ入れ出すと、うん、まあ、2万300円だったり2万2000円とかになってきます、ね、じゃあ3試合だけの値打ちのあるユニフォームですね、うん、そうですね、プレミア感覚ですよね、これはね、うん、まあ、持ってたらね、ちょっと嬉しいですし、うん、はい、ね、かっこいい、規定の分に関しては他のゲームね、どこでも持っていってもいいわけですから、はい、ぜひとも、今日から7月10日の日曜日まで予約ということになりますからね、はい、これ来てちょっと全勝ですね、はい、さあ天の声さん、なんかスパチャが届いたとか、はい、北の天神さんからスパチャいただいてます、ありがとうございます、ありがとうございます、コメントもユニ購入決定と、はい、ありがとうございます、もう皆さん3人が来てくれたおかげか分かりませんが、あ、全然それは関係ないと思います、うん、僕が来たおかげでちょっと人数は少なくなったそんなことはないですよ、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、
あとはまあタッツーもよく似合ってますと。嬉しい。え、これも販売ですよね、もちろん。そうです、コンセプトシャツも。うん、ちなみにこっちおいくらなんですか。一応ね、背中番号入れられるんですけど、入れなければ10,000円です。買いやすい。はい、で入れると12,000円ほどになります。でもこれめっちゃおすすめですよ、本当に、ね、あの洋服にめちゃくちゃ合うんで、普段も着れるんですよ。みくちゃんも撮影をね、あのジーパンでやっていただいて、はい、そうなんです、大変に履いてました。洋服なのに洋服にめちゃめちゃ合うっていうこれの上に着たら何も見えへんから。あの普段着でも全然着れるよっていう。あ、なるほどね、普段、はいはい、普段着。これアイドル部とこれレッスンとか、そう、いい、いくないですか。いくないですか。いいですよね。いいですよ、うん、いいと思いますよ。機能性も抜群なので、あの汗も吸収しやすいし、うん、黒だから目立たないし、そう、いいところ尽くしです。いいとこれ3枚揃えてちょっとこれで審判やってもいいかな。そうですね、さあ皆さんぜひともね、購入の方をお考えいただきたいと思います。はい、さあそれでは続きましてこちらの企画いっちゃいますよ。はい、ツウェイゲンフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川。イエーイ。今日は U13 の練習風景、先週エリートプログラム U13 トレーニングキャンプに参加した前田響選手のインタビュー、さらに U18 の筋トレ風景を撮影してあります。こちら映像ありますのでどうぞ。筋トレ風景やって、すごいすごい。水源金沢アンダー13前田響です。一人一人の特徴が速いとか強いとかあって、全国レベルを知って通用する部分や課題点が見つかっていい経験になりました。3対3とか対人系とか主にやってパソコンとかを中心にやりました。2日目ぐらいから、いろいろな選手とコミュニケーションを取れて、まあ、馴染みました。この経験を生かして負けなしで全て勝って、北信越リーグを終わらせたいです。触ったら早く、触ったら早く、聞きますね、これ。聞くやろ、うん、俺持ってるこのペン1個20キロあるないですよ、ないですよ。今でもいいあれですね、いい指導者がいました。いいですね。もうね、あの指導者に筋トレ後ろから見られると、うん、はい、何も言えないね。いや、しゃあないですね、もう。なんかもう、だって余裕でやられるわけでしょ。いや、そうですよ、ね、デモンストレーションがめちゃくちゃ軽くやるから、うん、選手も、あ、これぐらいからできるのかなと思って、もっと引っ張っていう。そんな感じやろね。いや、まあでもその前の前田選手、はい、うん、すごいですね。すごいしっかりしてますね。しっかりしてるし、逆にこの
その同じ年代の全国のトップレベルの仲間たちと一緒にできたというのは、はい、いやーこれ貴重ちゃいます。めちゃくちゃ貴重ですし、またその経験を帰ってきた選手たちにまた伝えることでチーム内もまたね成長すると思いますし、自分がどこまで通用するのか、どこまで通用している部分もあったし、っていう部分はもちろん伸ばしていけばいいじゃないですか。課題も見つかったですね。そんなこと言える？いや、言えるかコメントで。言えない。シャー言うてるみたいな。学びます。中1ですもんね。受け答えがすごいですよね。僕ね、これ思ったのが、サッカーの試合中、やっぱりコーチングってみんなそれぞれベンチからであるわけじゃなく、後ろからであったり、横からの仲間であったりとか、あるじゃないですか。これだらだら喋ってたらプレー続くから伝わらないから、短く端的に喋るっていう技術も彼らついてる。違います。確かに。そうですよね。ね、あの練習風景見たらしっかりボールも繋いでましたね。めちゃくちゃうまいですよね。うまいですね。昔なんかもう縦蹴っとけみたいな感じでしたからね。もう本当そうですよ。走れみたいなね。コーナーフラッグめがけて蹴れですよ。そうですよね。そこに走れっていう、はい、ねえ、もう我々縦ポン縦ポンって感じでね、いやだから すごいなと思います、はい、だからもうそういう選手がどん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 こう育っていってくれれば、はい、もうおのずとやっぱり底辺のレベルも上がってくるじゃないですか、うん、ね、はい、そうなるとチームも強くなるし、トップチームもやっぱり強くなってくるってことですね、はい、いやー本当皆さん頑張ってください。はい、頑張ってください。筋トレ高校年代やりますか。いや絶対やった方がいいですよ、若い時から。はい、まあ、あまり重いので怪我は、はい、そうですね、しなり本当にこう効かす部分を効かすでいいですね、はい、これあの大人の皆さんもそうですよ、はい、あの無理に重いウエイトを持ったら絶対やられますから、もうこの筋肉見てください、はい、すごいですよ。昨日5分くらいうわーって置いてましたよ。いや全然パワーが伝わらなかった。ちょろちょろみたいな、そんなばっかりでしたけど、はい、さあそんな中ね、あの子供たちこの暑い中頑張っております、はい、まずじゃあね U18 プリンスリーグ第4節こちら結果お願いします、はい、松本山が U18 と対戦して結果は1対2でした。次節は6月25日土曜日10時30分キックオフで、うん、第10節は日本文理高校と金沢大学ソルティーロで対戦です。あ、なるほど、はい、さあそして U15 北信越リーグ第11節は、はい、長岡ジュニアユースと結果は1対1でした、うんうん、リーグ戦次節は7月16日土曜日19時キックオフで、はい、北信越リーグ第12節はグランセナ新潟と、うん、こちらも金沢大学ソルティーロで対戦です。はい、はい、なんか北信越クラブユース選手権もあるんですか。はい、そうなんですよ、うん、北信越クラブユース選手権は7月2日土曜16時キックオフで、うん、星稜ソルティーロ FC と長岡ニュータウンで対戦です。はい、頑張ってください。頑張ってください。さあそして U14 は今週は試合がありませんでしたね。はい、そうなんです。次節は6月25日土曜日13時キックオフで県一部リーグ第7節はブロスと小松ドームで対戦です。はい、こちらも期待しております。はい、さあそして U13 北信越リーグ第7節、はい、こちらは勝利でしたね。そうなんです、うん、AC 長野パルセイロとなんと7対1で勝利してます。すごい、すごいね。次節は6月25日土曜日14時キックオフで北信越リーグ第8節は松本山雅とあがた運動公園で対戦です。はい、各カテゴリー皆さん頑張ってください、はい、さあそして U18 はプリンスリーグとは別に、うん、これクラブユースサッカー選手権大会の組み合わせ発表になりましたね、はい、そうなんですよ、うん、グループステージが7月24日日曜日から始まって、うん、川崎フロンターレ、大分トリニータ、ジェフ千葉の3クラブとの対戦が決まっているということです、これも大きい大会ですよ。そうですね、すごい、はい、まあ、今までは出るだけっていう思いの、はい、はい、大会だったかも分かりませんけど、はい、ここからやっぱりこう結果というものもちろんそうですね、はい、はい、ちょっとね皆さんね、うん、こだわっていただきたいと思います、はい、さあそして最後に挑戦の目利きのお知らせ言っておきましょうか。はい、ツェーゲン金沢のアカデミースクール BFC を応援する挑戦の目利きでは引き続き皆さんからのご支援を受け付けています、うん、よろしくお願いします。お願いします。個人会員様は一口3000円、はい、法人会員様は一口1万円です、うん、皆さんご支援よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあこのコーナーではですね、うん、アカデミー情報とか、はい、スクール情報随時お知らせいたします、はい、この番組でしか見ることはできませんのでね、うん、ぜひ皆さんこちらチェックしていただきたい。チェックしてください。さあそして選手への熱い応援、そしてねあのこちらのチャットでのメッセージなんかも構いませんので、はい、よろしくお願いします。お願いします。以上ツエゲンフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川でした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれではインフォメーションいっちゃいますよ。はい、まず一つ目です。7月開催試合のホームタウンサンクスデーの受付が始まっています、はい、7月2日徳島戦が白山市ホームタウンサンクスデー、うんうんうんですね、そして7月16日新潟戦が野々市市と内灘町のホームタウンサンクスデーとなっています、はいはいはい、こちらお一人1回までのお申し込みですが、うん、1つのメールアドレスに対して大人1枚小中高生が1枚までお申し込みいただけます。なるほどね、はい、7月2日がなんかこう白山市のホームタウンサンクスデーですよね、うんうん、いいですね。7月1日が山開きですから ね、 そうね、ちょうど山にちょっと合わせてるって感じ、うん、確かに、はいはい、はい、これ申し込み方法はホームページからでいいですか。はい、そうです、うん、ツエゲン金沢のホームページからお申し込みください、うん、締め切りは各試合の3日前までとなっています、はい、これあの期日を過ぎると受付ができなくなっちゃいますので ね、うん、そうですね、皆さんお気をつけください、うん、はい、お早めにお願いします。そうですね、しかも先着順なんですから、そうですね、もう思いついたらすぐに、そうですね、はい、お願いします、うん、また当選の当落のお知らせは締め切りの次の日にメールにてお送りします、うん、はい、ヤフーメール、Gメールを推奨しておりますので、うん、メール受信設定のご確認の方お願いしますということです。ホームタウンサンクスデーは年1回しかないんですからね、うん、はい、こちらの方はぜひともね、そのね、はい、当該地域の方はもう盛り上げてください、うん、はい、この機会にぜひスタジアムお越しください。お待ちしております。お願いします。さあそれではインフォメーションその2、はい、続いて米作りアンバサダー第2回の参加者を募集しています。はい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 、はい、あの第1回この番組でやりましたよね。そうですね、 なんかあの羽田さんが、うん、おこけんちゃうかおしりつつくんちゃうかみたいな映像ありましたけどね、うんうん、第2回は何するの、はい、第2回は鳥や獣から田んぼを守ってくれる守護神、うん、かかし作り体験を行うそうです。守護神出たね、うん、いいですね。でこれ2つ去年作ってなかった。そうですよ、私あの中新さん作りましたね。ね、そうだよね、はい、覚えてます。ちゃんとあの鳥とか獣をこう、はい、寄せ付けない。はい、そうです、しっかりあの髪の毛も赤いのもして、はい、多分とても守護神としては守ってくれると思います。めっちゃ言葉選んだ選びながら、はい、そうです、めちゃくちゃでも楽しいので、ね、本当に、うん、はい、オリジナルでいいわけですもん ね、はい、好きなキャラクター何でも作れちゃうのと、うん、はい、日程いつですかこれ。はい、開催は7月17日日曜日の13時半から15時半となっています、うん、はいはい、参加費として3000円が必要になります、はい、7月17日の日曜日ですね、うん、はい、これ約2時間ぐらいで作るということですね、はい、そうです、もうあっという間にできちゃうんですよ、うんうんうん、はい、お申し込みはツエゲンの公式サイトの応募フォームからよろしくお願いします、はい、今回も選手参加予定。そうらしいんですよ、はい、選手と一緒にお米作りを通じてお米の素晴らしさを学びましょう、うんうん、いいことですね、はい、お申し込みが6月30日木曜日までとなっています、はい、皆さんお申し込みお待ちしています。お待ちしております。さあ続いてインフォメーションいきましょうか。はい、続いて有料コンテンツリアルツエゲンのお知らせです、うん、リアルツエゲンでは試合後の記者会見映像、試合直後の選手の喜びの姿など、うん、貴重映像を配信しています、はい、ここでしか見ることのできない選手の姿、ぜひ登録して楽しみください。はい、リアルツエゲンは月額550円、もう550円でもう皆さん知ってますよね、はい、はいはい、ぜひまだの方は今のこの時間にパチッとよろしくお願いします。さあ、はい、ということで、はい、もう7時43分、まもなく44分になるということですけれども、はい、今日なんか中身濃かった気がするんですけど。そうですね、詰まってましたね。僕今までちょっとあの歯の痛み忘れてたんですけど、今思い出したら痛くなってました。おかしいなこれね、うん、さあ、はい、ここでちょっとじゃあ最後にちょっと呼んでみましょうかね、はい、天の声さん。はい、キトサーさんからスパチャいただいてます。ありがとうございます。かっこいいユニ購入します、うん、でも色が迷うなと。どうやろう、大宮戦勝利のために一丸で戦いましょうとコメントいただいてます。はい、わかりました、ありがとうございます。まあ、ユニフォームね、うん、キーパーユニのが赤いですからね、うん、はいはい、でもこれ初めてですもんね、うん、キーパーが赤色でっていうのまたいいですよね、レアですよね、うん、
あと、うん、ちょっとポッキーさんから、はい、ユニフォームの背中側、はい、もう一度見せてもらえないでしょうか。僕先ほど見せましたけど、もう一度、はい、じゃあ一緒に行きましょうか。一緒に、ね、一緒に回りましょうか。あなたも一緒に回りましょうか。あ、見て、何も書いてないですよ、これ。どっち回り？どっち回り？こっち回り、はい、さあ、はい、いくよ、せーの。あー、やばい。いいかな。じゃあ回りましょうか。大丈夫ですか。いやこれも番号入れるんですもんね。あ、そうですよ、みくちゃんのもです、はい、ね、いい感じ、はい、後ろまでぐるっとデザイン入っております。はい、入ってます。いいですよ、これ、はい、めちゃいい、本当に。あ、かっこいい感じですよ、これ。かっこいいですね、うんうん。さあ、ということでこういう感じでよろしいでしょうかね、ポッキーさんは。はい、大丈夫かな。ありがとうございます。いいですよ、ほんとね。あとはですね、うん、結構ユニフォームのコメントが割と、うん、多いですよね、やっぱりね。はい、そうですね。ハイダさんからも来てますね。ハイダさんいました。なんか一番最初に本当や、サーチ。あ、本当だ。ちゃんとあの今回の聖地参加予定の一応伝えておきましたんで、ハイダさん大丈夫ですよ。はい、そっちの部屋で言う。向こう向こうだ。そこに向こうに行ってくださいよ。あとは、うん、小野原選手の招待シートですね。うん、あ、いいですね。はい、ってますね。そう、後ろにちょっと流れてましたが、はい、はい、ご招待になりますので、こちらもホームページ、ね、はい、企画ですよね。ご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます。で、なんかこうユニフォームとかね、あといろいろなもう皆さんチャットでいっぱいくれるじゃないですか。はい、この番組に対してのご意見みたいなのはなかなか来ない。あ、そうです、ね。あ、まあ、まあもちろん嫌なことを受け付けておりますが、怖い。なんかいいことだけ。いいことだけ。いいこと欲しいですね。いいことだけ受け付けております。はい、前に企画を言ってたね、天の声さんをなんかサポーターの皆さんがね、ちょっと、もしやりたい人がいたら、ね、そういうの楽しそうですよね。っていうのもね、うん、まあ、金曜日という平日の夜になるんで、はい、なかなかちょっとこちらの方まで来にくいわっていう方も多いかもわかりません。うん、なんかやりたい方とか思ったらちょっと希望なんかもね。そうですね、いいですね。もしよかったら今もうすぐエンディングですけども、はい、エンディングあと30分ぐらいやりますから。長いな。あと5分ぐらいはね、はい、ちょっとベラベラ喋ってると思いますんで、うん、あ、こんなのいいなと。それとか、ね、あと他になんかこんな企画なんかやってほしいな、そういうの、うん、ね、なんか我々以外皆さんの方がいいアイデアをお持ちの場合も多いですからね、うん、ぜひともまた教えてください。はい、教えてください。こんなグッズ欲しいんだっていうのも今画面の右側に映ってる、はい、はい、ショートカットの女にもちょっと伝えていただければ、うん、そうなるともうディベートのあれですよ。そうですね、ね、そういうなんかこうね、やっぱりグッズ的なものっていうのは皆さんがね、よく、うん、そうですね、便利だなっていうのが分かると思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。さあ、エンディングいっちゃいますか。はい、エンディング行きましょう。大丈夫、はい、大丈夫ですか。さあ、まあね、ちょっとすっきりしないなっていう、はい、SNS なんかも天皇杯後っていうのを皆さんのコメントも見させていただきましたけれども、はい、切り替えましょう。はい、そうですね、選手も切り替えております。我々応援のする側も切り替えてね、はい、熱い応援をしたいと思いますけれども、はい、まあ、梅雨っていう時期で、うん、雨が、まあ、ちょっと今はね、すごい急に体がね、ドーンと来ましたけど、そう、びっくりしちゃったけど、うん、ね、はい、うん、急に傘持ってない人ばっかりだったから、うん、みんなびしょびしょでしたよ。ですよね、犬の散歩されてる方、買い物の方、はい、びしょびしょでしたよ。本当にいいですよね。だから急な雨降ります、梅雨ですから、はいはい、外出の際は必ず雨具、はい、でも雨少なないですか。めちゃくちゃ少ないですよね。思いました、今年梅雨ないんじゃないって思って。ないんじゃない、ないんじゃない、ないんじゃない。そう、ちょっとテンション上がってたんですけども、さっき急に降ってくるもんだから、うん、だからね、びっくり。あれもいいんですけど、やっぱ農作物のこと考えると、ね、ちょっと降らないとね、はいはい、そっか、我々畑やってるみたいな、そうですよね、ちょっとお願いしたいな。なるほど、はい、でも、うん、気温は確実に暑くなってきてますから、うん、ね、もう33度超えとか、はい、もう猛暑日一歩手前ぐらいですから、うん、あれ聞くところによると、うん、喉乾いてから水を飲むのはもう遅いらしいですよ、ね、そうですよね、ね、そうですね、もう喉乾く前に水分補給、うん、はい、動かれる方っていうのは塩分も補給していただくということで、はい、暑い夏ですから、はい、体調にはくれぐれも皆さんね、気をつけていただきたいと思います、はい、さあ、そして、J2 の第23節の対戦、うん、面白いものがたくさんあります。気になる、ね、はい、そうですね、気になるのありますね。なんといっても横浜と新潟が日曜日、うん、ね、ここは直接対決、ね、ここはそうなりますね、はい、他にも仙台山形というのもありますけれども、あ、まあ、我々が気にするのはやっぱり大宮金沢戦ということになりますね、はい、ぜひとも皆さん熱き応援、はい、よろしくお願いします、お願いします。
思い残すことないですか。はい、大丈夫です。大丈夫です。天の声さんないですか。あ、ないです。ないですか。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。なんか最後に僕が言ったやつでちょっと来てたりするのあります？意見。意見はね、ないですね。ないですか。はい。じゃあ、まあ、もし来たらこれも参考にしてみてください。はい。はい、ということで今日はこの辺でおしまいです。はい、また来週。さよなら。さよなら。